どうもこんにちは、悪うさぎです。今日は前回作った桜の天空トラップタワーを飾り付けしていきます。待機場所がかなり殺風景というか、なんか仮で作りましたみたいな感じになっちゃってるので、ここをですね、桜満開にしていこうと思います。あと前回やると言ってやっていなかった処理層の部分ですね、これを拡張していきたいというふうに思っております。それでは早速やっていきましょう。相変わらずモブは結構落ちてきております。そして今日は、ここをね広げていくんですけれども、どういうふうに広げていくか結構悩んでます。これを中心に広げていくか、もうちょっと縦長にしていくか悩んでいて、将来的にここにはいろいろまだ物を作りたいんで、無計画にねしていきたくはないんですよね。 30×30 ぐらいにするかな、 30×20 とか。基本ここにいることにするので、ここを中心に向こうに10マスで、横に5マス5マスぐらい広げていこうかなと思います。なので1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、こんなもんかな。そしてこっちも横に10マスにしましょう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 マス、はい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 、こんな感じね。で、奥行きに関してはまだこっち何も作る予定がないので放置しておきます。こちら手前側は10マス続けて、置いていきます。5,6,7,8,9,10 マス、まあ、これぐらいあれば大丈夫でしょう、とりあえずはね。はい、広げることができましたね。できたので今度は原木です。原木で枠を作っていきましょう。はい、囲うことができました。で、原木このままだと真っ黒になっちゃうんで、全部皮を剥いでいきます。よし、可愛くなった、可愛くなりましたね、いいですね。可愛くなったっていうか、まあ、範囲が広がったので、ここにいろいろなものを作っていきたいと思いますが、それはまた今度の機会にして、次はあちらです。敵がね落ちてきちゃうのよ、溺れて。なのでここ1マスここに広げようと思います。最悪のやついるよあそこに。はい、それでは1マス広げていきます。広げるだけならね本当に簡単なんで。はい、桜の葉っぱ全部取り終わったら、一マス外側に桜の木の板を打っていきます。そうですね、はい、これができたら同じように端っこに3マス打っていってあげましょう。こうですね。で、その上をこのように、はい、裏の葉っぱで打っていきます。一旦水全部止めました。では端っこから水流していきましょう。で、次はこちらの木に向かって、ここで、ここ間もここ。あ、マジか、あははは、氷になっちゃった。いや、かなりめんどくさい。本当はもう一段外に作ってあげれば、このようにパシャパシャ一個一個する必要はないと思うんですけど、作っちゃったからね。水を流れる範囲拡張することができました。ちょっと不格好になっちゃったかな感はある。
正直ある。一旦これはこれで OK として、これよ、氷をね、なんとかしたい。上行って屋根拡張します。はい、屋根つきました。氷になってしまうのが困るので、氷の部分だけね、屋根を拡張していきます。結構な範囲になってしまうな。だね、あとここ、完全に下向いた時にスニークで端っこまで行って、下向いた時にこの葉っぱブロックであれば大丈夫ね。これで大丈夫で、こっち側も同じようにやっていきます。これで屋根ができたので、もうここは氷になることはないはず。全部割ってあげましょう。完成、本当の完成です。やったー。よし、下行こう。ちょっと屋根が不格好になってしまいましたが、あれは雪山に作ったからです。雪山じゃなければ普通のひし形なので浅くはなりません。はい、というわけで今日は前回作った桜天空トラップタワーの修繕を行ってきました。これでさらに効率が良く落ちてきてくれるかなと思います。そしてここ何作るか決めてませんが、理想はアイアンゴーレムトラップ作っていきたいなというふうに思っていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回、バイバーイ。